刻んでいこうぜ。マックスフライのエアーの中に夢詰め込んでみた。じゃあ俺これ楽しみだったんだよ、マジで。おー、なるほどね。まずは10秒でおめでとうございます。ありがとうございます。もういいや、もういいよ、長い。あの擦れるところが本当にマジで泣きそうだった。うん、で泣いてたんだってさ、だからお前は泣いてたの、はい、僕は思ったんですけど、もちろんね、周平さんの実力もありきの10秒だとは思ってるんですけども、一説にはいや、マックスフライやばくねみたいな、よしきもなんか試したら大幅にベスト更新するんじゃねみたいなコメントがまあちらほらありまして、うん、マックスフライがやばいんだったらワンチャンよしき 100m 自己ベストある説。なるほどね。数々の、まあ、YOSHIKI の 100m トライアル5本ぐらい上がってきましたけど、まあ全部ね、11秒出そうということ、11秒出そうで今まで出てこなかったわけじゃないですか。0、2回連続ですからね、今12秒06、12秒05と来てます、これでどうします、11秒出たら。まあでもね、あれですからね、以前の400プラス200の練習でも、マックスぐらい入って24秒8で走ってたんで、可能性はあるんじゃない。 ありすぎて、もう夜も眠れる。日本下手くそだな、お前俺並みに下手くそだぞ、お前。俺も下手くそな事故あるけどということで、いよいよ皆さんにヨシキがとうとう 100m11 秒で走ったぞという絵が届けられるかもしれません。そうだね、いつも通り計測方法立ち段なんだけど、立ち段で11秒9で走れたら、はい、12秒前半で公認記録で走れる可能性が高いです。それってマジで長距離選手にとっては結構早いよね。早いと思う、すごいと思う。普通に公式の記録なんてどうでもいいんだよ、僕は。とにかく今までの立ち段の12秒05で今自己ベスト来てるんで、長距離選手が 100m11 秒で走ったよっていう絵をもう届けられたら、なるほど、僕にとってはそれが公認でございます。とりあえずやってみようか。うん、いや、よしきさん、はい、マックスぐらい風なんて誰も言ってないけど確かに、確かに、変えるか、ダッシュで行こうぜ。今日向かい風だね。ちょっとそうだな、まあ、横風向かい風っぽいね、これ大事よ、みんなこう飛ばさないで見てくれてるかな。今日は向かい風の挑戦でございます。なるほどね。いやー、俺もさ、ビクトリー欲しくなっちゃうよね。これが10秒77の伝説のスパイクでございます。 TKD プロジェクトでは伝説だ。いやでもね、後半の安心感が半端じゃないんだよな、マジで。上がるって分かるから。うん、この間まあ200ベスト出ましたって練習動画で言ってましたけど、後半の動きさ、安定してたよね。後半の動きも安定したけど、俺はコーナーの動きの方が好きだった動きとオーラだけはそうなんだよなって言われた萩さんに。まあ間違いなく動きはいいからね。まあその動きがいいものをどれだけ自分の中でコントロールできるのかとか、キープできるのかっていうところがやっぱ大事なところであるから、まあ伸びしろあるよ。これ言うと、いや、よしきはメンタルが弱いってコメント聞きます。まあそろそろ受け止めなきゃいけないでしょ。やばいんだよ。何何やばい、何が弱いんです。ダッシュで行こうぜ。良さそう。踏めるの。踏めんの。踏んで、ポンみたいな、踏めるから、やめろその動きお前。時計かけなくても出ると思うよ。さあ始まりそうですよ、好きさんのマックスフライ 100m トライアル。風は南風なので、ホームストレートはちょっと向かってる感じするかな。待ってる感じもあるんで、まあ何とも言えない感じですいろんなソウルにいろんな人がいます。はーい。どうですか。向かい風気になったぐらいで、動きは良かったんじゃないかなって思う。良かったと思う。あ、緊張する。11秒94。来た。来た。来たね。来たね。来ました。よしきさん、とうとう11秒9台。追い風だったらさ、8台あるよね。8、下手したら7ぐらいまであるんじゃない？あるよね。やばい。なかなかいないんじゃない？やったじゃん。嬉しい。ちょっと横からの動きが分かんなかったから、なんとも言えなかったけども、どうですか、感覚は。踏めるというか、パワー出しやすい。パワーを出しやすいんだよ。地面から反発をもらえるから、もらって、パーンってこう、足が上に上がってきて、
った時に下ろすだけみたいな、うんうん、早く下ろす早く下ろす早く下ろすってやってるだけなのにしっかり地面にも伝わってる感覚を感じれるから、うん、それはなんか動きいいかもしれないと思いながら走れちゃうよね、うんうん、言ってることわかるかな人それぞれだと思うんで結果に出たんでいいと思います。いや嬉しい、やったじゃん。いや嬉しいマジで、うん、もうそれしかない。よかったね、 800m のスプリント練習はここに来たか最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK。 まあでもタッチダウンだからね、11秒9と24秒8、そして55秒2ってきてるから、まあ、いよいよだよね。なんかいよいよだね、うん、短距離名乗る公式出てもいいんじゃないね。なんならタッチダウンで11秒6ぐらいまで上げて11秒台ガチで狙ってみたみたいな。うん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 、いいと思うよね。うん、それはこの動画の高評価の数でやるかやないか。お前高評価の数に頼んな。お前は最近800超えたら本当に出ようかな、うん、短距離種目800超えたらまあみんな見たいってことかな。800超えなくても俺は出させるけどね